とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました、ありがとうございます。今回のタワー、かなり難しいんですよね。で、最初の鬼門、7階のボスですね、あれの攻略法を見つけましたということで、それをやっていきたいと思います。では、行きましょう。2階の報酬ですね。2階の報酬で、これ取ってください。ハープーンクロスボウですね。これで倒すみたいなんですよ。では、取って先に進みます。それでは、ボスの手前ですね。5階の報酬で、輝くローブです。これを取ってください。はい。で、ハープーンクロスボウのエンチャントはこんな感じですね。長弾を、3、そして加速を1入れておいてください。はい。で、この状態でハープーンクロスボウを、金細工商人でパワーアップさせます。はい、84まで上がりましたね。で、それにプラスでこれ臆病を入れます。20% 攻撃力が上がりますね。これで、倒すみたいなんですよ。まあ、地雷を使うかどうかは分かんないですけども、俺は地雷を置いてみようかなと思います。地雷を置いて、加速がついてるので、ガシャガシャガシャガシって連射すればいいもんね。ある程度前の状態から連射を始めときましょうか。そうすると多分いいと思う。OKOK。いいよ。あー、なんか、もうちょっとだっただけだ。あ、でもいけた。確かにね。ハープンクロスボウの、長弾とかで、いい感じにダメージを与えれるわ。はい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 。ハープンいい。危ねえ危ねえ。なるほどね。この長弾でうまいこと当てるわけだ。はい。なるほど。これは、戦いやすいかも。メイスで行くよりも安定するかもしれないですね。まあ、コツとしては、地雷最初の一発で当たればちょっとは減るので、まあ、地雷を仕掛けて、出る1、2秒、まあ、2秒ぐらい前がいいかな、から、ハープーンを発射しだしとけば、うまいことね、50% か50何%ぐらいまでは加速するので、それで一気に削れる感じですね。矢をもうちょっと使っていいっていうならば、3秒前ぐらいから打ち出して、加速を 100% ぐらいにすると、多分、速攻でいけるんじゃないかな。今よりももう少し早く打ち出すといいかもしれませんね。ちょっとやってみよう。そっちの方が、多分、ダメージも受けることなく倒せそう。それでは試してみましょう。ハープーンの加速と長弾。おお、毒の力か。まあ別にいらない。使わないでしょう。加速をね、100% になるようにちょっと調整していきましょう。いいかな？ここら辺から打ち出しましょう。あー、固まった！うわ、最悪だわ。固まった。固まった。でももう一回すればいいんだ。もう一回すればいいんだ。もう一回すればいい。オッケー。もうちょっと早くでいいな。ここら辺から打っていいんだな。オッケー。来た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 。100%いく。でも、こんなもんか。ちょっと待て。100% にしてもあんまり意味はないね。あんまり意味はない。やっぱある程度でいいんだな。確実に仕留めれるまではないっぽいので。まあまあこんなもんじゃない？与えて。で、あとはもうこの長弾でいけば勝てるんで。こんな感じだわ。あんま早めにね、打ちすぎなくても、良さそうですね。あんまり早めじゃなくて、
で、あとは長弾とかで倒していけばいいね。あ、ハープンって結構強いな。もう確実にノックバックさせるので、お、いい感じだね。これ意外と使えるかもしんない、タワーで。はい。まあ、とりあえず今日はですね、コメントありがとうございます。この装備だね。ハープンクロスボウに火薬ローブ。火薬ローブには臆病。ハープンクロスボウには加速と長弾。これでいくと、まあまあ、楽にいけますね。ちょっと深追いしすぎると、ダメージをもらっちゃうんだけども、ある程度で止めて、距離を取って、攻撃して、で、長弾で当てていく感じ。で、全然いけますね。ハープンクロスボウが、うん、7階のボスでは一番、安定感があるかもしんない。うん。これ多分マルチプレイでも全員ハープクロスボウで行って、で、バーって撃てば多分速攻倒せるんじゃない？なんかそんな気がしました。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。